この村では出ない方がよさそうんなことないですね全然出ていいですねだからまあ占い師の一角はちょっとやっぱ強いですね危ないんでそこだけ気をつけた方がいいかもれいそれでは能力者の皆様を起こしてまいりますまずは占い師の方から起こします時のがピンクマンパンツもよ <laughs> 予備してたぞあ占い師の方ビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたしますゴンタそれではゴンタさん<し>あなたは占い師の能力を持ちましたはいありがとうございます最初の夜時間では人狼ではない方を一人お伝えいたしますお願いします 人狼ではない方は時戸さんですはい、わかりましたそれではビデオの停止マイクのミュートお願いいたしますはい、お願いします時がでは続きまして棋士の方を起こしてまいります時戸が白崎、ゴンタが占い棋士の方、ビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたしますそれでは三太郎さん、あなたは棋士の能力を持ちましたはい 頑張ってくださいはいありがとうございますそれではビデオの停止マイクのミュートお願いいたしますサンタルとエイターってこんなうまいんだねっていうぐらいねじゃあ続きましてハンターの方を起こしてまいりますあと南さん村人は役職ないって言うけハンターの方はビデオの開始マイクのミュート会場お願いいたしますそれではコウさんあなたはハンターの能力を持ちました頑張ってくださいそれではビデオの停止マイクのミュートお願いいたします 商事、商事、工事ですね。<laughs> では続きまして、サイコキラーの方を起こしてまいります。結構な、裏上とかやることないというんですけど、じゃあ全然違うんですよ。人狼を探す役職なんだよ、ね。サイコキラーの方はビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします。えっと、た。おそれではエイトさん、あなたはサイコキラーの能力を持ちました。はい。頑張ってください。 では続きまして人狼の方を起こしてまいります最高コエタ強そうだねこれはサンタンサンちゃんとエータが別人人狼の方ビ、ね、デオの開始マイクのミュート解除お願いいたしますナリ君とあナリ君また来たかな, <laughs> なるルオ終わったんじゃないかなナルオ先輩これ魚さんやったんですよ おい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 、ね、やっとそれではお二人は人狼となりました。50秒間の作戦会議をスタートしてください。うん、どうぞ。やりまくってんな、本当。誰誰か誰か,誰かどうしましょうね。どうぞえどうぞななこれはもうどんどん出てった方がいいと思うんで、で多分僕さっき考えた感じ、サイコキラーがハンター語りして、うん、多分占いじゃなくて人狼はもう占い語った語らなきゃ始まらないかなって思いましたね。 ごめん、ちょっと全然聞いてなかった。聞いてなかった。あの、えっと、なんで、たぶん、占い語った方がいいかなと思いました。僕、カなるおさんが。自信あるハンターじゃなくて。自信、そうですね。どうだろうあ、まあ、僕、僕、行った方がいいと思いました。僕、残ったらさっきみたいにヘイトで殺されるんで、僕、占い師、いどうせ、どうせやるんすよ。あ、こいつ、どうでもいいから、白だけ、グレーだけ殺すかってなるんで。僕、占い師、い出るんで。これじゃあ、潜伏するよ。そうですね、誰白出ししましょう この人、この人、弱そうだなって人、たぶん、白だしとだほうがいいですね。時田さんとかにします。な強いやつ言ったよくない強い人は先に殺したほうがよくないですかあ、そっか。そう。弱いやつ行こう。ゴンタさんとか髪型弱いからゴンタさんにしよう。そうです、オッケー、オッケー。話し合いが、作戦会終了です。はい、あつさ、こいつらさ、マジで重いんだけど、絶対白囲いしないんだよね。なんで囲わないんだろうね。マジで囲うだけで。 それからやばれないね。なんで毎回囲わないんだよ、ね。本当わかんないよそれ。なんでなんだろう。ね、これ思うよね。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。マジで囲わないよね。りく<番>からビデオの開始。囲ったらしても形はだからだほぼ初に死なないじゃん。めちゃくちゃゃん。三番三太郎さん。全然囲わないもんね。四番エイタさん。五番伊田山さん。六番光治さん。 7番成尾さん白のが強いルルー8番ンタさんいや別にって9番コラボさん結局いの勝負なんだから以上9名生存ですそれでは皆様まずはマイクのミュート解除マイクのミュート解除お願いいたします1日目の話し合いを4分間で開始してくださいどうぞはいよろしくお願いしますはい2人ですね3人権田さんが続けてはい どうぞメモるよ占いです。占い師です。占いです。占いです。占い師です。占いです。占い師です。占い師です。占い師占い師です。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 い師です。占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 です。占い師です。い師です。占い師え、す。占い師です。占い師です。い師です。占いた、です。占い師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 です。はい師でん占い師です。占い師です。はい師です。占い師で トキトくんですトキトさんはいオッケーですなるほど板澤さんが誰でしたっけコウジくんケオさんって言っますねナリが僕がゴンタさんにしてで、ゴンタさんが占いって言ってるんで多分最高キラーかなどこと多分あなた目線それしかないでしょだあらだら最高キラーですよねうん ゴンタと何？ハムじゃないよ。いや、何か無理しなくていい。何？さすがにそんないい。ウエンテ行きました。いやいさすがに占いローラー。あけおじさんは何？こローラーです。あけおじさんは？はい。ハンタ僕ハンターでもし対抗でハンター出てきたら何があってもそいつ打ち殺していいですか？とだけ今。いいね。いいですね。いいですね。今回やった場合はすごい対抗キラーやってなるし。 僕目線やったらその人黒かサイコキラーなんで、殺られたら対抗を殺すと今言っとくんですけど、誰かハンター出てきますその圧かけられて出てこれるやつおらず。確かに、殺されます。おらず。裏のやつまはいいし。ここでもさすがにこんだけとっおろしても、そういうことローラーした方がいい可能性はある。はい、いです。絶対おろさなどういですか俺おろします。

あの3人揃ってローラーした方がいいと思う俺もそれで、のしたのローラーでいいですか、ローラーで。うん、でもあの、占い側が、残儀さん占うのももったいないし、私は死ぬから、うんうん、最後キャの可能性もあるから。あでも、伊藤さん、本当に市民だったら、これ、相当やばいローラーしちゃうことになる。ちょっとっとちょっといい。ちょっと、ね、ちょごめん、ごめん。ちょじゃちょっとちょっとないから、最初に黒が見えてもストップできないじゃないですか。 はい。だからもう釣り切りしかないんですよ。やるとしたら釣り切りしかない。完全釣り切っても全然いいけど、えっと、俺、俺、本当に死んだのよ。でええっとな、例ば今、俺が例えば板倉が降りて、ま、ごめん、板倉が降りて西洋出すんじゃん。で、なみ君から俺にしようじゃん。で、俺、さあってマックス最後でしょ。 確かに。でしょで、俺が何が言いたいかっていうと、俺が何が言いたいかっていうと、みんなに信じてもらえるかどうかわかんないけど、俺は死んだから、苦労をあずたいわけよ。はい。俺は占いを残したいだけよ。別に、じゃを当ゃ仕方ない。で、これ一個、みんなで一応すれはしたいのが、ザンギさんは占い師としてから完全に外しますよ。いやいやいや、外さない方がいい。全然外さない方がいいと思う。外した方がいいかっで、あの、俺は動かしたかったから出ただけで、まょっと、残早かったですからね。一回気に入りたかったから。 で、まだこれ、どっちにせが決まってないけども、もし、ザンギさんをローラーに含むとしたら、絶対ザンギさんが釣りから釣らないと、占いとしての効力があるのは、一応、ナリ君、ゴンタさんだけなんで、もし、そうするなら、ゴン太さんからやらないと無味になります。頭いいなしジュン太さんは、やるぞ、やるぞ。いや、板さんが、シリンだったら終わってるよ、これ。

してみゃ市民でそれやったら終わりだぞってめえだろ、パンゴちゃんにしてみろがれいいですね、これ。板さんがビビってる。はい。サンタロさん、たぶん今なんかローラーするか、ローラーしないで占い二人残すかっていう議論になってると思うんですけど、どっち派ですか俺はローラーしない方がいいと思います。しない方がいいと思います。はい、なんでですか えっと、板さんが本当に市民だった場合、三、はい、3人ローラーすると、はい、市民二人あ、市民1人、占い師1人、最高キラー1人っていう相当不利なトレードしなきゃいけない可能性がなるほど、なるほど。で、板さんもちょっとなんか、 最初怪しいと思ったけど、なんか弱々しくて、すごく泣きそうになったの見て、それほど、これ、仮に、仮にっていうか、僕目線、権田さんが、えっと、なんだっけ、最高なんとかで、板澤さんが人道確定なんですけど、板澤さんが人道で残っちゃった場合も結構やばくないですかって思うんですけど、どっかで、まあ、どっかでやるか早めにやっとかないと、かなりまずいとは思う。やけど、先に、そう、あ、そう、なんか残すのも危ないか。残すんじゃないかな まあ、まあないじみせなんすけどねなりしげられないさんが降りなかったらそれでいいと思うんだけど降りてるがうん微妙。とりあえず板田さんにておきます僕ははいそれでは、どなたに投票されますか板田さんさんでいや、なりくんうまいよなりくうまいかなりうまいなりくん、しゅがないですよね、いいね木戸さん、どなたに質問されますかサンタロウねいや、あの弱気な板田さんは多分市民の方やみたいな僕から見てやっぱ一番白いのはあの、あの、康二さんなので奥になると思います、はい で、どうした方がいいんだろうね、これ。この3人以外から選ぶってなると、俺、三太郎、エータえーと、かもはんさん、トラボ、はい、から一人。一人ってか、そっからするす、ね、もしくは、三太郎さんが一番黒っぽくないな、ぐらいですね、今僕の思ってるのは。他は、 あまあでも、エイタさんも黒っぽくないかなぐらいですかね。ちょっとトラオさんとナルオさんの話、やっぱ聞けてないんで、痛、うん、いとこですね。このあとで判断するす、ね。えロその占い師ローラーは行ったほうがいいのか。ここ難しいですよね。僕もどっちかというと、したくない派かなあ。占い師がいなくなると、マジで分かんなくなっちゃうからな。はい、俺はじゃあ、ローラーしないほうで。 今回かなと思いますはい。それでは、時戸さん、どなたに投票されますかもちろんトラボでお願いします。トラボさんに1票目が入ります。はい。では、続きまして3番、三太郎さんの投票されますかダメージが。ダメージお願いしますダメージー聞いてるはい。え、ナロー、なんか今、ローラーしない流れになってるけど、ナローはどっち派なのいや、俺はなんかもう、ちょっと正直、役職ないと、その、なんていうんですかね。 もう怪しい怪ししいくないか,分かんないんですよ、うん、なんでもそれ以外にその方向性があるのであればいいんですけど、うん、見当たらないんでなんかとりあえずあんまあ安泰じゃないんだろうけど行くしかないんじゃないかななんかそのなんていうんですかねロラを、うん、そうそうふわふわな情報で行くのもなんか微妙なのかなっていう気がしますけどね。 まあもう精査つかなくて、その板さんのシーンの方はもう。ああ、そうそうそうですよね。で、一応戻しちゃってるから、戻して、これが村だった時村側だった時の被害がめちゃくちゃつらいと思うのねはいはい、さっき言ってたやつですね。そう、ローラーを進めるやつが俺は怪しいんじゃないかなと思って、実はさっき、なるローラーをしてたので、最後に聞いてたんだけど、話変わるのかなと思って、いや、もうどっちでもいいですけどれさに投票まますかうい なるおで、なるおさん、一票目がります逃げ方うまいというか、3つの方がやばい。そして、4番、エイタさん、どなたに質問されますかえっと、トラボくんで。さあ、エイタ一応話しかけた理由として、後半だからっていうのが一番大きくて、ローラーに関しては、まだ難しいと思ってるんだけど、それ除いた上で俺は、ザンギさんが一番釣りたいですよ。なんでかっていうと、あの動きをするのって、 サイコキラーもあり得るし、もしサイコキラーとか人狼だとしたら、占いがめちゃくちゃしづらい。うん、しかもあの人、うん、もしそうだと人狼がもう食わなくてもいい対象にも見えちゃうし、うん、で今後残しておいたら、じゃあどこで釣るのっていう。うん、そう、しかもあの、占いローラに巻き込まれたくないその人狼の可,の可能性もあるから。で、言っときたいのが、残機者にすると市民もったいないって言うけど、今釣り候補に上がってる人も、みんな市民の可能性があります。うんまあ、そうですね っていうので、ザンギさんはさすがに役職がなさそうだから。うまい。役職がないプラス、黒い部分も残ってるってことで、ローラーとかは抜きにしてもザンギさんを釣るべきだなと俺は思いました。全く同じ見です。ローラーに来るわけでないです。僕もローラーしなくて、板山さん仕様を取り下げたんで、僕も板山さん行くって感じですね。ローラーではないけど板山さん。どなたに投票されますかザンギさんで。ああ、3秒明が入ります。では続きまして。 5番ささんどなたに質問れれますか誰も入るでちょっとねっちょっとあの挽回しようかなと思うんだけどはいあの一応盤面動かしてあの結局ッキコウジ君が出てきてコウジ君が結構ハンター格になったかなっていう流れに持ってきたからって部分もあるかなと思らそ,そこでいいから、ね、そ,それちょっと俺組んでほしいなっていうなんかそのねあのローラーを回避するために 降りたっていうやつにもうしか見えないみたいな空気になっちゃって <laughs> お、おまじ驚いてて、はい、そんなつもりは全くなかったんだよね。板山さんの今からの表と浩次の今からの表どうしたらいいですかえっとね、俺もやっぱ、ちょ成るはちょっとふわふわっとしてるかなぐらいで、はい、えっとむしろ浩く君の合わせたいなって思ってる、だって浩く君の意向に沿いたいから。そう僕の中では なんか、どれも、どれも嫌なんですよね。サンタロさん以外は全員って感じですね。確かに、サンタロさんはすごい。タタさん確定にしないためにも、板山さん以外には入れようかなと。うん、だから、ナリ君かゴンタさんですかね、じゃあ。<laughs> って感じ。はいはいはい。了解それでは、板山さん、どなたに投票されますかナリ君あ、マイクマイクマイク。イクあ、はいはいはい。ナリ君かゴンタ君って言うと。占いだぜえ いや占い師は行きたくないので、俺ちょっと成尾に行きます。成尾さんに2票目が入ります。<laughs> では続きまして6番で成尾はですねれ。何に質問されますかってことは4票です。さんで成尾に入れたら絶対に成尾から投票します、ねはいはいさん。僕の中で三太郎さん一番白っぽいので聞くんですけど、はい、僕今日の夜噛まれた時に誰打てばいいですか、はい、一応もう半額で打ったろうと思ってるんですけど。 今、僕は三太郎さん以外誰打てばいいかちょっと判断ついてない、えっと、まあでも占い師は打ちたくないですそうっすよね、まあ、板山かなるを残った方いやあのさっきのエイタの話聞いて、<laughs> エイタですね、なんかそのローラー抜きに板山を釣りたいっていうのは、あ全然、ああ、確かになと思いました、僕は。はいうん、も占い師ローラーには僕は反対は今でもしてて。ごめんんなさい、うん、僕もちゃんと反対しききるべきやった ああそうすかあで。で、ローラーを進めるナリ君となロが、俺はちょっと怪しいんじゃないかなって今のところ思ってるんですけど、うん、はい。な感じですね。あとは、まあ、コウジさんの勘で。わ <laughs> かりました。じゃあ、はい。ちょっと、決戦っぽくなるために、ちょっと申し訳ないけど、はい、トラボさんに入れさせてもらおうかなって思ってます。はい。決戦にならないですね。それでは、コウジさん、どなに投票されますかいません、トラボさん、トラボさんに入ます。2票目が入ります。<laughs> では続きまして7番のアルオさん、どなたに質問されますかこれ、イタさんに話しかけてイタさんに入れるのはめちゃくちゃ強いですね。めちゃ市民っぽいよね。うーん市民側と見えるよね。えーたさんで。はいはい。イタさん、まあまあ、誰かがやられた、釣られた後に、うん。仮に俺、生きてたらこれと、 ど,どういうあれがいいんだろうどうだザンギさんが釣られて次のターンってこと、うん、あ、そう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 まあそれはもうそ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 んそう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 しようもないと思うあんないあ、そう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 かか、俺のふわふわ感でそこうか的なノリだ。まあみんなそうだと思うし、うん、ただあの。 さっき俺言っとくと、ナる君、さっきの試合のがもっとふわふわしてたのに、人間だった、あんなにくねくねしたやつが、俺、人間なわけないと思ったら人間だったんだよ。人間でしたね僕そこは俺、今日のなるおパターンだと思ってるから、いや、よく分かってくれ。俺、これ、たばってるとかじゃなくて、あの俺はそういうのを2つとも加味した前に、俺はザンギさんのが怪しく見えたっていうか、今後困る、ザンギさんがいたら。そう。 ままあまあ確かにね、うん、それでは、なるおさん、どなたに投票されますかヒタザン、ね、板山さんで、ヒタザンさんに3票目が入ります。ただ今のなるおは話しかけており続きまして、8番、ゴンタさんと話しかけてかかさ,されますか <laughs> うんじゃあ、ヒ山さん、ないっすね。ヒタザンさんっ,つってあ。ごめんなさい。<laughs> えー、えっと、トキドくで。はい。 時野さん、えっと、僕の白崎で、はいえっと、今の僕現状、三太郎君、そして瑛太君はやはり白いなっていう。で、コ、えージさんは、えー、とハンターで、うん、現状を置いてます。はい、で、えー、と板澤さんが、もう本当さ,さっき瑛太君が言ったの、もうまるっきり一緒で、僕は成尾君を占いたいんですよ。板澤さんの方がサイコメがある可能性があるんです。 板山さんにいてもらっちゃ困るんです。で、えー、占い師として全うできない。で、えー、っと、俺とナくんの査定部分を皆さんに伝えたとしたら、やっぱりさっき言ってた占い先をしっかり明確に言っとくっていうのは僕は大事だと思ってる。うん、なるほど。それに対してアンチテーゼを自分で考えられないぐらいそれはあのいい案だと思ってるから。うん、なので僕は成リオ君を占います。はい。次。 なので、今回は板山さんを落としてほしいってでちますうち、ん、ら、うん、それでは、ゴンタさん、どなたに投票されますか、はいえー、板山さんで、時田さんに4票目が入ります。では、続きまして、9番、トラボさん。どなたに質問されますか 確定ですね、これで。えー、どうしようかな。いや、ザンギーに入れるのは絶対信用なしじゃあ、コウジさんで。はい、すみません。投票しちゃいました。はい。あ、全然大丈夫です。あの、はいまあ、僕目線は投票されたといっても、コウジさんは白いんで大丈夫です。はい。なんか、サンタロウさん、ノイズなんです。が 白いって言ってましたっけまあ最初、ナリ君がサンタロウさんに話しかけたときに一番なんか白っぽいことを言ってたんでっていうのが一番ですね。うん、なんかみんなそのなんか。まあ白そうってなるけど、なんかその気持ちしすぎたらあんまよくないっていのはちょっとみんなに言いたいなと。はい、あとエイタさん、この1試合目、2試合目と違って、自分も白格を出してこなかったんで、ね今回。多分役職ないんやと思うんですけど。うん。はい。なんかだから、まあエイタさんもちょっとは前回よりかは。 気をつけららあかかんのかなぐらいですねもちろんサンタロさんもそうなんですけど。まあ正直、初日なんで、まあ、また情報出てって感じですよね。まあ、この情報少ない中でやっぱ板山さんが一番怪しいんで、僕も、まあ、板山さん今回は釣りでいいと思ってるんで、このまま行きたいと思います。はい、じゃあ次の日はまたいろいろ話しいいします。それではゴンタさん、どなたに投票されまするかです。<laughs> えアトラボです。 あ、失礼。ええー、<laughs> それではトラボさん、<laughs> え<と>どなたに投票されますか板山さんに入れます。板山さんに5票目が入ります。投票の結果、本日処刑されるのは5番板山さんです。<laughs> では最後に遺言をお願いいたします。はい、あの、ちょっとかき乱してしまってすいませんっていう感じなんですけど、えっ、ー、とね、あの、一応、えっ、ー、と、今考えてたこととして、あの、やっぱゴンタ君すごい、 あの動いてるからさっき黒いえっ、ー、とね黒の占い師だった時に動きが浅なんか薄めだったのに結構今回動いてるからなんかゴンタくん結構ね村に貢献してくれてるのかなっていうふうにちょっと見えましたあとはまあみんなのわりと認識通りぐらいですかねあの引き続き頑張ってください 何も残さねえそれでは、板澤さんを処刑したにもかかわらず、<laughs> 恐ろしい夜がやってまいりますた。板あれだね。生存した皆様は、ビデオの停止をしてください。また呼びたいですね、板澤、ね、それでは、皆様、夢を与え、ね、さいませ。えこんなんでもわさいけるんでしょう俺もちょっと頑張ろうかなって言ってね。影山中のただ面白い感じかなと思ったら、もう違う夢と希望を与える番組になりました。え板澤さん、本当にありがとうございます。時田さんもね、本当にありがとうございます。 知らずの知らずのうちにねそれでは能力者の皆様を起こしてまいりますまずは占い師の方から起こします,ます、ねええ、あっ猛獣扱いとしては相当すごかったですよね大須さんを扱った時は相当占い師の方はビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたしますブストバカホと東大に行けってやつですねそれではゴンタさん、はい、本日どなたの正体を確認なさいますか、えええー、成尾さんでお願いします成尾さんの正体をお伝えいたします、はい、成尾さんの正体は人狼ですはいありがとうございます働きました あさあ、殺されるす。それではビデオの停止、マイ、殺さる時いたします。なりくん自体もおかしくなりますね。なりくん視点は、えっ、ー、と、最後なので。で,ますので,では、続きまして、棋士の方を起こしてまいります。えー、なりくん視点は、えっ、ー、と、生きてる時代がおかしいですね。なりくんの破綻。ってことは君、なりくんも、釣られるでしょう。でも、釣られることになって、結局なる,る。棋士の方、ビデオの開始、マイクのミュート解除をお願いいたします。そこ勝負するか。それか、黒、黒同士出して勝負。それでは、サンタロナさん、本日、どなたを護衛なさいますか。えー。

人道の方はビデオの開始、<laughs> マイクのミュート解除をお願いいたします。いいね、いいね、いいね。いいね、サンちゃん、それではれ、めっちゃきついっすね。30、えー、秒間の話し合いを開始してください、どうぞ。<laughs> ゴンタさん、多分ナロウさん占って出しされるちゃうんで、ねね、僕、ここ誰か噛むか結構大事ですよね。ゴンタさんやっちゃいますやるならゴンタさんかサンタロウさんかない,いやー、それ多分ゴンタさん行ったら、はい、怪しいっすかね。 めちゃくちゃ怪しいでしょ。ナリ君、じゃあ、怪しいってなって、俺黒出しされてる。パンパンって終わっちゃいます。パンパンパターン。じゃあ、サンタロウさんあったり。俺黒出しして、もうナリ君が勝負を仕掛けるパターン、どうえ、僕がナロウさん黒出しですかそう。あっ。で、ナリ君とゴンタさんで競う。うそれいいじゃん。それいくそれやってみますかいや、もう多分、俺これどうしようもないと思う。両黒 分かんない。な俺の俺のね知識じゃどうしようもない。オッケーですケーです。じゃあ仮先はどうしますサンお前さんちょっと賢いから。そうですよね、賢は多分やった方がいいんで。三太さん殺して。いきましょう三太郎さん。俺黒いっちゃおう。いはい、オケーです。 それしかないんですよ。お前、一文しかないのそれ。どうします ?OK です。任せてください。それしかね。それでは、本日、どなたを襲撃なさいますかサンタローさんで。サンタロさんを襲撃いたします。ダメだ。一したい。それでは、皆様を戻します。時々、亀も面白かったんだけどね。 白崎だから。しょうがないね。読めないから、ね。恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました。怖くてね。怖くて感じる、ね。2番、ナくんからビデオの開始のみをして戻ってきてください。二番、時キさん。三、ね、番、サで。三太郎さん。4番、エイタさん。コジコジさん。コジさん。やばかったね。7番、ナルオさん。3したいやと思うね。 まあ<番>なか8番、ね、ゴンタさん、9番トラボさん、騎士。騎士ツタツタ本日無残な死体となって発見されていた方は、サンタロウさんです。サンタロウさんはビデオの停止を押してください。リオグロです。それでは皆様2日目の話し合い開始前にまずはマイクのミュート解除、マイクのミュート解除お願いいたします。 それでは4分間の話し合いを開始してくださいどうぞはい見たいです同時でいきますか同時でじゃあせーのでいきますかせーのナロウさん黒ええなんて言いましたナロウさん黒であ黒でした黒でした僕もえ？どっちも黒引きの流れでナロさんがかなりふわふわしてるどっちも黒感じにナロウさんが見事な誤爆だよえじゃあもう黒 で定なるほど。でもある今、サンタロウさん死んだっすよね。サンタロウさんが。今、噛まれて死んだっすよね。僕、いいっすかいいよ。これ、この、あ、まあでもあれか。噛みました。噛みました。してあれなのか理っすよ。いや、もう無理いや、もう無理っすよ。いや、もう無理いや、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 っすよ。いや、いや、なんで、サンタロウさん噛んだんすかそういうところ。いや、ごめんなさいあの、僕、あの これ、サンタロウさん噛んだわけじゃないんですよ僕噛んだわけ誰かな。なゴンタさん噛んだんですよで僕、ゴンタさん噛んだんすよ守っで、サイコキラーで跳ね返ってって言いたいのそう でもサイコキラーでもし。だとしたら、跳ね返らないよな。跳ね返らないす。そうだよな。跳ね返らないす。そうだよな。言ってみたから、ちょっと待いて待って待って待ってとは忘れてよっういってれてよって待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 ってはって待って待って待っい待って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 いって待って待って待っいやって待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 っと待って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 待っってってっ 打打って相方に黒打つわけねえじゃんでだから最コなんだよ。これがまあ今のところサイコキラーにもちろん見えるじゃん。<う>見える見える。ご主人さんを誤爆したっていうふうに見えるけど、これいや、他かもあります。ん三太郎さんが人狼で、ゴンタさんかなり君どっちかがサイコキラーで、はい。で、占いの結果も、サイコキラーの結果も同じとこに行って同じ黒出したって可能性もあります。 三太郎さんが人道なくない噛まれてんだよ。まあ、父は俺、三太郎さんはないです,いですだから、伊田さん,さんでは、伊田田さんは、伊田田さんね。俺は三太郎さんだよ。

いや、わかんない。あの、まあ、かなりでかい情報あったんですけど、いいですか。あ、お願いします。まあ、なるおさんが、ゴンタさんをサイコキラーにしたってあげようとしたじゃないですか。うん。ってことは、じゃ、なりくん怪しいんじゃない逆にって思ったんですけど。あ、なるほどね。はい。なんでですか?。だから、ゴンタさんはサイコキラーだから。 見とけよっていう話ですよね、今の、多分やろうとしたのって。うん,うん。それもあるし、一応、あの、今回1分時間あるから、そういうシナリオをやったっていう可能性もあるから。あね、かどの道でも成リさんが、ね、ゴンタさんに白出ししてるんで、そう、するだからあれナロなるなるさんで終わりっすね。ナロ、うん、さんでいいっすね。時いやお、終わりっすよい。いや、ナロさんはするんですけど。

それでは話し合いが終了となりました皆様マイクのミュート <laughs> マイクのミュートお願いいたしますそれでは本日襲撃されていたサンタロウさんが来ていただますので逃げエイタさんからの質疑応答ですあまりにも下りないからそれでは,はエイタさんどなたに質問されますかでもエイタさん黒じゃなかったねっていう論でいけるねはいコーチで,、はい、です 成ああく君は確定として最後成く君が言ってたことって成、はい、く君が権タさんを占って白って言ってるじゃん。はい、だから成君目線は権タさんはあって最高。だからもうこれは<の><わ>いだから板山さんが黒以外ないですよね多分。そう旦月さんが黒だったら終わりっていうそこは成も君の方はどうでもいいからもう話す意味はないから、はい、<laughs> そっちの精査とかしたくてちょっと一番できそうな浩二さんに話しかけてるって感じで。はいはい 一応、その成君目線で、ええたこうじ、えっと、ええたこうじ、トラボ、時堂の中にまだ人狼がいる可能性はあるよね。まあまあ、こうじはかなり薄いと思うんですけどね。あ一応一応ね。一応ね、ギリギリ、うん。そう、うの、ね、をあって言ってるとしたら、忘れてたなぜ成君がザンギさんを、ザンギタンを黒角にたザンギタンじゃない、ザンギタンじゃない。ザンギタンじゃないよ。<laughs> <laughs> その辺、ちょっとナ君聞いて、それ次第で、ちょっとゴンタさんも怪しく見えたりもするのかなと思ったから、ちゃんと精査して、ほしいこの人の人。はい。ナル君して、最後、勝手すそれでは、エイトさん、どなたに投票されますかシロナル君で。ナル王さんに1票目で、ナル王、自分の命をまって、ナル君のために、友情が芽生えてますね、10先から。はい。 じゃあさっきの話すればいいですかね。はい。お願いしますえっと、初日のにも話したんですけど、あの、最初、まあ僕とゴンタさんとイタンさんが出てて、で、僕、あの、占いで出てて、で、僕目線、あのー、どっちかが黒、どっちかが最高キラーなんですよ。まあ、下げ、うんいいね、下げたのはちょっとい,とい<ー>上げた時点でそうそう。そうそう。なので、イタンさんが黒だとちょっと断言しちゃって、あのー、ゴンタさんじゃなくて、ナルオさん黒、イタンさん黒で終わりかなって思います。ただ、はい、ただ、もしイタンさんが黒じゃないなら、えっ、ー、とー、まだどこい,いるね。ゴンタ以外の。 トキドさん、トラボ、<や>エイタさん、コウジさん中に一人いるってことになっちゃいますね。いえ<の>。それは分かんない。仮にこれで、ル尾さんつって終わらんかった場合、はい、成君つるしかなくなるんですけど、そこはどうですかえなで僕つるしかないんですかえっと、だって成君目線ではもう、伊ダさんさん、黒か。あ、そうそう。だから伊ダさんが黒ならなんですけど、伊ダさんが黒だと。 だから、下げ下げたら無視して。白がわざわざ出た可能性もある。そうそそうう出たたからっんでじゃなかった場合は結構安くて、ここでここの回に使用してもらわないと結構きついかもしれない。ですそれでは、コウさん、どなたに投票されますかはい、ナルオさんで。ナルオさんに2目が入ります。いいねでは続きまして、7番、ナルオさん、どなたに質問されますか時藤さんで。はい。はい。時藤さん、どうですか聞いてください。はい。これ。 まあ、俺黒なんですよ。もう、それ一画す。一画す。一画す。飛ばす。認めます。認めるんですけど、僕の考察いいっすか。うん。これ。トラボストラボ。黒ってこと。いや、ごめんなさい。トラボは黒じゃない。 ごめんなさい。それは白いかそっか、俺、人狼だ。そうです。黒いやつを。ああ、そう俺。そうそう。そう。黒いやつを言った方がいいんですよね。まあどっちでもいいよ。どっちでもいいですかうん、黒いと思うやつを。白いと思ってるやつはもう知ってるんだろうけど。黒。ってことは白いと思うやつもまあ分かってるとこだな。いやもう、ごめん、もう、ごめん。トリさん、ごめん。 ありがとうございました。ありがとうございました。分かんなくなっちゃった。それでは成尾さん、どなたに登場されますか。トラボで。トラボさんに一票目が入ります。ここまで言うからトラボもしかしたら、一番味方の可能性、どなたに質問されますかコージーさんで。ってことで。それはい、コージーさん。えっと、全然落下していなくて、えっと、板山さんが人狼だった場合なんてどうでもいいんですよ。 な、はい、ロコくんつれば終わりだから。はい、で、えっ、ー、と、板澤さんが白だった場合、市民だった場合が問題で、うんえー、そのケースは、リ君か瑛太さんか、瑛太、うん、君か、えー、トラボさんの3択ですよね。そうだね、5択、はいまあ。まあ、僕、使うとれは僕目線です。時々に白が出てるから。はい。で、えっ、ー、と、コウジさんも、えっ、ー、と、もう一角のハンターだと思ってるんで。ありがとうございます。はい、なので、えー、そこの3つなんですけど、 のえー、今の現状は、まあ、ちなみに次を占うのはエイた君です。A た君が、えー、一応僕の、えーまあ、噛みついたというか枯れないあの推理だと思うんですよ。よ無理はないと思うんですけど、エイた君に白が出たら白が出たら別にいいと思うので、それ村のためになると思うんで、A た、うんえー、君を占いますで。僕が噛まれてもあの、何君釣れば終わりなんです。それでは。それで大丈夫です。 えーたートンタさん、どなたに投票されますかえーすげえな、ザンギザンズ。なるおさんに3票目が入ま。えーた、すい込み半端なだけど。岸と占いするたよ。まさえータのすい込み半端ねえなエえーた、笑ってない。<laughs> 気持ちいい。来て。おいで、おいで、占いおいで。す、えー、い込み、すごい。コウジさんで。すげななはい、コウジです。 まあ、か正直、成尾さん入れてもう終わると思うんですけど、1個だけ懸念してることが、板山さんが、板澤さんに投票したのって、リ君と権タさんも両方なんですけど、みに権太さん、とどめさす投票してるんですよね、4票目ぐらいやったから。4票目で入れてますね。で,であの、板山さん、死にたくなったんで、板山さんへの殺意が強いのは権タさんの方やなぐらいですね。はい ゴンタさんはあって最高キラーなんですよね。ナリさんが白出ししてるんで。はい、だから一応占いでどっちか釣るかって言ったら、ナリ、はい、さんをその先に釣った方がまあ勝ちにはつながりやすいっていうことかな。はい、あでもまあでも結局、でも意味ないか。い<や>次、決めない、まあ、い当てないと。ゴンタさんが占い結果教えてくれる予定なんで。まあまあそっか、それでわかりますよね。それ一回見ようと思います。まあ正直、多分ナロさんで終わりそうな気がしてますけど。な、ね、た嬉しいですね。どうだろうな、板さんさん。 それだとしたら黒側が言わないよね。それを人狼がそれではトラボさん、どなたに投票されますかえ、なるおさんで、え、たさんにお願入ります。え、た、した、したしたさんでございます。え、た、たさんでございまどえ、た、さた、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 さんた、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 もた、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 いた、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  もう決めたんですけど。ね、みんなが見てる中で、はい、これあ先言うか、うん、あのナローさんと時田さんが話してる時に、なるおさんがおぼろげな感じでト,トラボって言ってたんですよ。あ、トラボさん占います。あ若干その名前を出したのが怪しいかなって思うので。うまはい、ね。トラボ行ってみようと思います。おやさん、じゃトラボさんで。何た？多<分><談>なんとなくなんとなくナロートラボ感あるかなってちょっと思ってきました。<laughs> まあでもまあでもただ伊藤さんで無理ならなんですけど。 はいまあ、板さんはは市民は全然そうですね、言われて、言われてまあ、かなとは思うんですけど、はい、やるならトラボーに行ってみようかなと思います。了解しました。ああ時戸さんと瑛太さんと、そうですね、時戸さん、瑛太さん、トラボーさんか、誰かですもんね、やるなら。<laughs> まあ、ハンターかみてぇな。そうですね、成尾さんがもう釣られるんで。釣、ね、られるんで、次はって感じですもんね。はい、そんなそれでは、成君、どなたに投票されますか成尾さんで。 さハンターかんじゃうと、ゴンタが死ん,でるん死んだ状態でハンターが誰か撃つか決めていう。何か撃っちゃうんだよね。はいはい。そうす死ね、はい、お願います。終わるえっと、三太郎さんが仮に、仮に、はい、だよ。人狼で、はい、三太郎成尾が人狼で。三太郎は人狼は100%ナイス。構え<ン>てるんで。いや、三太郎が最,最高キラーをかんだ場合、跳ね返ってっていう場合はアナウンスが違うのいや、同じだったらする。それが一応あるんですよ。騎士が <え>このその可能性ってあるんじゃないの三太郎さんが人狼で誰あのサイコキラーを噛んで跳ね返って三太郎さんが死んだっていうのは一応あるのか跳ね返ることはないですそうですね、それでも一票一人しかやられないんでありますねでもそれでもナロウあれせば終わりかその場合でもそうです、だからナロウ君を釣るのは一切変わらなくてなでその後どうするってもし終わらなかった場合まあでもナリ君か。 ただ、成く君、どンたさんの間に黒がいるのかっていう、その、いて最,最高の可能性もありえるから、どっちかが市民ってことなくない,いや市民じゃなくて、片方が最高で、片方が占いの可能性もあるから、あ<ー>そこの精査できたいそ,それでは、時戸さん、どなたに投票されますかなるほど、お願いします。成尾さんに6票目が入ります。投票の結果、本日処刑されるのは、7番、成尾さんとなります。では、成尾さんも最後に遺言をお願いいたします。 そうですね。あの。<coughs> 劇場始まります。僕は。僕は、あの。黒だったんですけど <laughs>。まあ。そうですね。ちょ。 とね僕結構人狼を呼んでいただいてるんですけどちょっと何言っていいのかわからないですね <laughs> <laughs> すいません <laughs> 本当にちょっともうごめんなさい言葉が出てこないので、あのー、ありがとうございました失礼しますそれでは成尾さんはビデオの停止をお願いいたしますよ切れ <laughs> 成尾さんを処刑したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります 正論した皆様はビデオの停止をお願いいたします。えー、なりくん、ビビってなかったの今。ああ、なりくん、まず、まあ、それでは皆様、おやすみなさいませ。えー、終わりじゃねえのつって。なにくん、やばいなし。終わらないって分かってたな。これ、バレるぞ。この後、のこの後なりくんが再高しよう。まあ、それも面白いね。それも面白い。 それでは能力者の皆様を起こしてまいりますまずは占い師の方から起こしますナリ君は最高仕様が一番いいと誰人狼ごめんねっつったよナルさんごめんなさいってった占い師の方はビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたしますそれではゴンタさん本日どなたの正体を確認なさいますかいや25番ないでしょそれではエイタさんの正体をお伝えいたします50番でしょエイタさんの正体は人狼ではありませんでしたはい分かりました それではビデオの停止マイクのミュートお願いいたします,あますさあ来ましたえーたチタザンギ素晴らしい棋士<は>と占いを吸い込みました少し時間を取りますさあこれでえちょっとナリくん頼むぞえーたえーたかぶんじゃねえぞえーたかぶなよえーたかぶんじゃねえぞ頼むぞあ,あいつチリュウかチタじゃねえのか まあチタでいいわ一緒だチタ半島だろチリュウは頼むぞ頼むぞエタカンそれでは続きまして人狼の方を起こしてまいります <laughs> さあどこ行くどこ行くナリ君頑張れナリ君ナリ君がこれでエイタカンだら人狼のナリ君のみビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたします逆にいいね <laughs> 逆にいいねそれでは六十秒間襲撃先を考えることが可能ですどうぞはい、はい <laughs> これは結構今あ残りだから時戸さんゴン太さん瑛太さんなり KOG さんトラボで6人いるとで俺が1人噛んでも5人残っちゃうからもう1人はやんなきゃいけないですよとなってしまうので結構きついですとなったら多分 KOG さんを噛むと KOG さんは多分なんか俺とゴン太さんのどっちでもないと思ってるから運ゲーでトラボ か時戸さんあえださんに入れると思うんだよなそっちか,っ,ちかってすると次の一手で勝負がつくからやっぱ KOG さんかなここはいくか見した方が勝率が高いとでもゴンタン死んでる事実が出るぞので最後だもんな確か成君りくんが KOG さんで それでは本日、コウジさんを集会いたします。それではビデオの停止、マイクのミュートお願いいたします。まいいちょ見ようぜ、見ようぜ、見ようぜ、どうなるんだ、これどうなるんだ、どうなるんだ、どうなるんだ、それでは皆様、お部屋に戻していただきま,す人狼最後までわかりません <laughs> 見たことない景色が、他の人狼のお部屋に戻ってりました。 一番ナリ君からビデオの開始のみをして戻ってきてください。二 <laughs> 番時堂さん。最後だと思ってるかもしれないからね、ワンちゃん。四番エイタさん。六番コウジさん。でもどっちが占いか分かってないはずだからね、人狼側。八番ゴンタさん。九、ね、番ドラボさん。両方とも黒って言ってるから分かんないじゃん。<laughs> 本日、無残な死体となって発見されていた方は、コウジさんとゴンタさんです。お二人はビデオの停止を押してください。ただしコウジさんのみマイクのミュート解除をお願いいたします。あなたの能力が発動いたします。では、ただいまから10秒間。 えー、お時間を与えますので、10秒以内にもし、えー、誰かを撃ち殺したい場合は、そちらの名前を宣言してください。形容の文字が現れた段階で何も言わなかった場合は、そのまま撃たないという意思とさせていただきます。それではスタートです。どうぞ。はい、こっです。なるほどね。エイタさんが最高キラーで、占なったら買ちあった感じかな。で、俺が普通に噛まれたとなれば。バレた。うん。なりくんいたかな。なりくんで。なりくんで。それでは。 なりくんが打ち殺されますなりくんビデオの停止工事三ビデオの停止マイクのミュートお願いいたしますさすがなりくん <laughs> この時点で人狼が行きたい村人陣営の勝利となりますおめでとうございますおめでとうございますはは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 のかこれはさーおめでとうございまーすじゅらしにめい <laughs> ごめんごめんごめんさかなさん、さかなさん、えっと、内訳をお願いします。はい。では、えー、内訳を発表させていただきます。まず、人狼が、なりくんとなるおさん、えー、占い師、ゴンタさん、ハンター、コウさん、サイコキラー、エタさん、岸、サンタロウさんです。あ、はい。あ、エータさん、最適なやつだよ。っていうか、なんで、コウさんかんだのいや、俺、やって、なりこしてるじゃん。いや、あの、え いやだって俺その後俺騎士肩って多分トロモ君に二人合わせて、はい、実はトロモ君が最高って言おうと思ったんだ、はい、要は白髪作るために変えたけどってで俺ゴンダさん守ったとこ言えば死に、はい、流できたからあーめっちゃかんえマジかエイタの吸い込み半端なかったですよっだってエイタ実は騎士のサンちゃんも吸ってたから。 うん。なんで占いも吸ったし、すげえよかったんですよね。そういうことなんだ。あ、なるほどね。あ、そういうことえぇえ、じゃあ待って、じゃあ、え、どういうことサン三代目のは誰守ったんですかえイとさん守って、え、死ぬんだ。三長、三長ミュート、三長ミュート。え、俺、そういうことえ、俺、そういうことじゃあ、神崎と、それが同じ役どうですかそう、一緒だったんだから。あ、一緒だよ。えぇそういうことなるほどだから俺なんだ。 俺、途中で、二重苦だ。次じゃ出れないじゃないですか、もう。いやいやいや。しかも、俺の目線だと、ザンギさんが市民確定してるから、意地でも釣りたかった。そうだよね。そうだよね、そうだよね。ええうまかった、うまかった。ちょ、板さんはさすがに降りるの遅すぎたから、さすがにあれは黒労しいや、そうだよな。確かに、今思えば分かるんだけど、もう全然分からなかったわ。まモじさんが出た瞬間降りれば、まあ、分かったけど、結構長ったらしくやって降りたから。 なんサイコが降りねえからもう降りるわって降りた時のに見えちゃったよね。そうだよな。なんか村が混乱した原因って見えちゃった。ああ、痛そうだね。ええたにうまくね、やっぱあれだよね。今から押す人はみたいな感じで釘刺された。確かに確かに確かに。うまくっしたね。あの瞬間、ちょっとザンギさんが何か言いたげだったから俺、グッと言った。ああ、なるほどね。食べり始めたから。俺も降ろそうと思ったんだ。でもなんか、そうだね。 あとでいい。かったこそ俺疑うんだもん。えだって怪しいんだもん。でもすごいっしょ。ナリ君とナルオの、ナルオの自分を犠牲にしてナリ君を親友なった。って思ったんですよ。悪くはなかったですけどね。悪くなかった。あれはどっちか最後になっちゃうからね。かなりいい。です。もうそれしかないただ死体出た瞬間にも、あ 最後、えタかってなっちゃうよね。いや、そうなんですよね。そっか、最高、最高残ってるというか、えタさんっいう認識が全然なくて。人狼側からすると、どっちがないしか絶対わかんないはずだから。こ、黒日さん、あれ、例えば、あの、僕、最後噛んでた場合って、人狼側の誰かに跳ね返るんですよね。そうです。どっちかが。途中あ、そうだよなと思って、ちげえわと思って。ダメだと思ったんですよね。いや、でも、面白かった、面白かった、面白かった。本当ですか。 うん、だって、途中までゴンタ君、ゴンタさんと、えっと、成君、どっちが占い師か分かんなかったと思うよ。分かんなかった。うん、絶対分かんなかったと思う。なるほど。かなりたくさん。えいタ君、俺が死んだ時に。うん。結局、成君に縄が。いや、で、言おうと思ってたのが、めっちゃやばいなと思って。うん。あの、実際、占った証拠ないから。多分、トラボ君に。 両を占って隠しろにしようと、後で変えて、で、僕、岸でゴンダさん守ったんですよって言って。ああ、そういうことか。そういうところで。これだけ、で、ナリクの動きが、人狼側の動きに見えなくて、最高なんじゃないかなと思ってる。うん。なんか適当に。最高使用するんじゃないたぶん、あそこ。うん。っていうのをいろいろやろうと思ってた感じですね。か多分そうだね。ああ、そっかそっかそっか。いや、でも面白かった。いろんな場面があって。そういや楽しかった。最大が何回もいると、まじでよくわかんなくなる。よくでもあそこでちゃんと ハンターなり君、ありがたかった、マジありがたかった、いや、あの、先に、占い先言ってくれたから、そうですね。で、しかも、ゴンタさん、俺占うとかって言ってたから、俺、どうしようって、ずっと考えてたんですよ。いや、あのね、ローラーをしたかったんですよ、成尾さんが。 それって、え、いたざさんが人狼じゃない人か、で、わかってる人の思考だなと思った。そう。まあ、そっか。あ、そういうもん。なりくん、ええタ、なろうっても全部透けてたよね、最初から。で、さんちゃんすごかったよね。もういたざん。さんちゃん、あ、賢いな。あ、高卒が。高卒がずっとわせとた、たすと。高卒に利用されてる感じ。いや、でもね、面白かった。 じゃあ、えっと、本感想とね、宣伝聞いてきますんで、お願いします。え、時田さん、お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。お疲れ様で俺からですかそうです。今日は久々のね、あれで、あの、ちょっと、イギリスの長旅で疲れた、疲れてたら、特、まあ、ちょっと出ちゃいましたね、それが。そうなんですかね。回ってなかったかな。うん、でも、かなりその、視聴者にはね、夢と希望を与えたもう、俺も、俺らも東大行こうってなったと思います。いやー、難しかったな。 最後はよかったね。ナルオが黒っつって言って、分かっては違うかと、盤面も考えようとしてたんで、ちゃんと。そう、ちょっとね、なんかせ、よくね、整理がついてなかったんで、うん、跳ね返っても、だから、普通のアナウンスとい変わんないってことですよね。そう,そうです、そうです。そういうの起こっても。そう,そうです、そうです。ちょっとやっぱ新ルールね、なかなかあたふたして、うん、まあでもやってて面白かったですね。そう、この今回この、このルールも結構あれじゃないですか。あれるから、うん、結構いろいろ考えなきゃいけないから、面白いってことですよねなんか、そのバランス調整とか、考える側もすごいいい感じで。

そちゅうちょ遊びながら。とにかくね、今家出れないんで、長い間、配信やらせてもらおうかなと思ってますんで。よろしくお願いします。最近バイソン使ってます。あれメインキャラあるんですかバイソンメインですよ、今。ええバイソンメインです。そうなんですかバイソンメインです。えー、じゃあ俺、台湾大会のに、はに、俺は何があっても合気を使うって言って、合気がなくされても絶対俺は合気使いなんだって言ってたけど、 いや、そう、それは、だから、何も違ったこと言ってなくて、はい。その時はそう思ってたっていう。人間考えたら、結もまあまあまあ。一つの考えに固執するっていう、ロックって怖くないですかあ、確かに、人狼でもロック怖いですね。はい。人狼でも怖い。確かに、そうですね。あ、そっか。ただ、あの、取り下げも全然あり得るなと思ってるんで。なるほど。今は、今はバイソンメインなんですよ。え、本当にメインですか俺、サブで使う時は、本当にメインでやるつもりで全部やるんで。 じゃあちょっと俺勉強するんでいろいろ僕マジでめちゃくちゃ伸びてますよ。ちょそれね、期待してください。ここの今ホテル缶詰でかなり伸ばしたんで、やってないこと今やってるんで。あわかりました。じゃあちょっと今度見ますんで、お願いします。お願いします。ありがとうございました。次はエイタさん。はい。お疲れ様でした。いや、面白かったっすわ、今日も。このル大好きっすね。今日すごくないっすか、エイタさん。3戦とも。いや、なんかあの、 今日あの僕十二十時三十分まで寝てたんですよ。あ、そうなんですね。はいはいはい。で、あの多分めちゃくちゃ冴えてましたあの考えがすごい考えたなっていう。ん、すごか、もう S だと思いましたね今日一日で。S でした元からそこは。あ、すみません。すみません。さんがようやく追いついた感じですね。あ相手の強さが分かるな強さなんで。はいはいわかりました。よかったよかったっていう。本当にわかりましはい。でもね新ルールも完全にあの対応して。 しかも、最後なんかで占いと騎士吸ってましたから、マジで上まかったっすね。いや、でも、あれ、占い吸っちゃったら、めちゃくちゃきつくなっちゃったんで、白くやりすぎたのかなとかどうなんでしょうね。いや、違うとこ噛んだら一応 RPP なんで。ああ、はいはいはい。あの、コウジさん噛まなければ別にね、時田さん噛んな <laughs> 一応、50%いけたんで。なるた確かにそういうことた。ぶん難しかったですけどね。はいはい,は,いはいはい。50%パーじゃないか。もしかしたら、その、まあ、もうこれ以上は言わないでこう。はい、<laughs> えっと、じゃあ、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。 ありがとうございました。たしもう今回もね、助けていただきましいまたお願いします。はい、えっ、ー、と、宣伝お願いします。宣伝、あと、この後ストファイブ配信するんで、あの、僕のラウンジって対戦相手が死のうどこないんで、<ー>あの、一応、マスター以上の方、パス1111 11、<あ>大イ永田博之で対戦相手募集してますんで、はい。よろしくお願いします。<あ>いきます。まえっと、応募キャラがちょっと、パイソンとか、ダルシムとか。<laughs> バイソン対戦募集してるんですか ?2 回戦で多分バナオさんと当たって俺バナオさんに負けてるんですよバイソンあじゃあやりますわ。え、なのりくもマジでちゃんとやる今度。また今度やりましょう。ぜひ、はい、お願いします。すみません。悲しんでるね。チュンリーないのチュンリはいないリはいないです。いや、でも俺がね、ちょっとね、牽制がそんなにうまくないから、ちょっと手伝えることがわかんないですけど、もしかしたら、あれだったらじゃあいきますんで。はい、お願いします。僕でよかったら、はい、終わりました。っ感じなんで、またよろしくお願いします。はい、お願いします。お疲れ様でした。次はトラボさん。 お疲れ様でした。今日も面白かったですね、トラボさんね。面白かった。ピンクマンと切り替えがもう半端なくて、ずっと笑ってました、こっち。はい、ピンクマンも頑張ってるんで、僕の友達なんで、よろしくお願いします。そうですね、ささんもだってもうね、帰れまくるから、ピンクマンって言ったり、トラボさんって言ったり、すごい難しそうな感じで、本当におに面白かったです。ありがとうございます、魚さん。はい。あの、あれですか、どうですか、新ルールは。いや、ちょっと。 なんか慣れないですね。やっぱ、たぶんか多分、なんだろう、不器用なんですかね。なんか、全然、はい、無理でした。その適用がまだまだなんで、ちょっと、頑張りますって感じです、ね。なるほどね。でも、はい、あの、もうちょいじゃないですか。もうちょっと分かれば、多分トラマさんの良さが出てくると思うんで。なるほど。はい。頑張ります。はい、はい。面白さもそのままいていただければと思います。<laughs> はいはい、はい。じゃあ、また <laughs> よろしくお願いします。お願いします宣伝。宣伝お願いします。宣伝は、まあ、うん、特にないかな。あまあ、ミルダムで、 配信してるんでいっぱい毎日ぜひフォローお願いしますぐらいそうですねはいミルドムでやってるんで皆さんフォローしてあげてくださいお願いしますはいありがとうございました次はゴンダさんはいお疲れさあお疲れさあいや今黒人さんあの毎度ありがとうございますえ何がですか何が僕の中でもカプエスと並ぶ面白いゲーム人狼 あ、そうなんですか <laughs> 確定しました。カペ数に並んだんですか僕の中のカペ数ですよ、黒人。さんあやばいでしょ、それ。めちゃめちゃ好き。いあなってくれたありがたいですね、それは。いや、めちゃくちゃ面白いですね。はい、ええー、いやいや、それ嬉しいですなんか、キッチンルもどうですか<こ>もう結構板についてきました。やっぱり、いや、面白いっすね。なんか、でもなんか、ハンターって語ったら最後の最後まで生き残れそうだな、みたいな。意外とね、殺しづらい。なんかもう、あまりにも手かけづらくて。はい。 これ、長生きできる役職だな、みたいな感じで。そう、なんかやっぱね、霊媒師がすぐ死んじゃうんで、かわいそうだったんで、なんかちょっと違ったことも考えたいなと思って。ああ、そっかそっか、いや、めっちゃ面白かったです。いや、よかったです。またまた、ぜひ。ただ、エイタくんとの力さは感じました。いや、でも、それは練習ですさすが、ちょっと S リーガーなんで。S でしたね。ええ、さすがにね。でももう、全然、あの、人気とかね、髪型とかう皆さん、あの、後藤さん、負けてます。あ、本当ですか、本当ですか。あ、かりました。じゃあ、それやりますね。 また違ったやつをせていただければとありがとうございました。宣伝お願いします。はい。えっとえっと今週末の日曜日にいつも通りのブタカップが行います。であとね六人ぐらい枠がありまして、はい。今回かなりシルバー隊で人が多くてですね。おいいですね。えっと圧勝の人を募集してて、はい。スパシルかウルシルの方来てくれたら嬉しいなみたいな感じです。お、ではじゃあじゃ皆さんストリートファイブでございますのね。あそうですそうですそうです。はやり始めた方はぜひぜひ。 あとごめんなさい、えっと、明日、ちょっとレギュラーなんですけど、毎週水曜日にあの日本酒配信やってて、はい。で、ちょっと今週水曜、あれだったんで、明日やりますんで、あ、どうよう,うに日本酒に興味がある方はぜひぜひ、8時とかからやると思うんで。えー、あ、終わりました。じゃあ、日本酒好きな人方は、はい、な見てください。あとは、まあ、Twitter のフォローとか、そんなところでお願いします。Twitter とミ i r フォローしてあげてください。お願いしますおよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ろし次、奈良さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、まさかの自白。 すごい僕なりにすごい頑張ったんですけどねえ自分を犠牲にしてく君を生かすというそうですね僕今日参戦やらせていただいてなんで急に自白やっぱ成君みたいにキャラ替えしたかったところですかいやキャラ替えと言いますかもうこれ多分成君を生かすしか勝つルートはないんだろうなっていう自分それで初めてく君がキャラ替えしたっていう気持ちが分かったんですごくすごく あ、これ白から黒に変えるってのも大事なんだなって。あ、そう。今日学びの一日でした。いやでもよかったですよ、なるほどさ、あれはすごい違った場面マジでってなってましたから。そうですね、それしかなかったんで。いや、もう良かったです。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。いや、宣伝お願いします。あ、まあ、最近結構ストーファイブ、僕ミルダムの方でやってまして、で、まあ、ちょっとまあ全然あのちょっと知識面がちょっと乏しいんで、あのまあもし教えていらす。 くださる方がいらっしゃれば、あの、ミルダムの方で配信してますんで。もし、教えに来ていただければなと思いますんで。そう、はい、すげえ、最近人数見てますよね。800人ぐらい見てますよね。あ、もう、ありがたいことになんで。ね、はい、強い方ももっと教えていただければと思いますんで。よろしくお願いします。はい、皆さん、ミルダムなるべくのね。はい、ねはい、お願いします。はい、ありがとうございました。はい、ええー、じ次は、ナり君お疲れ様でした。 はい、お疲れ様でした。マリ君ね、ヘイトの中頑張ってましたね。いや,や、まあ、そうっすね、嵐の中、ねいや。楽しかったです。2回も人道で、1回、ね、1> あの、うん、新役職のハンターできて、すごい楽しませていただきました。うん、最後はなんかちょっと、うん、先般、先般ムーブですかね、あれは。いや、まあ、しゃあないんじゃないですかしゃあないですかしゃあないですか、うん まあまあ、それもそれであったと思うんで、しゃあないと思いますね。あ、本当です。いや、でも面白かったですよ。かやろうとしてることがすごくあって、よかったです。あ本当ですか。いや、楽しかったので、またぜひあれば読んでいただきたい。もちろん、もちろん。ああ、本当ですかいや、ありがとう。いや、もちろん。あの、ちょっと、ヘイト管理はちょっとしながらやります。ああ、そうですね。はい。そうですね。なるべく集まらないように。はい。 じゃあ宣伝お願いします。一 <laughs> <laughs> つだけ宣伝させていただきますね。僕の今ちょっと背景に出てるこの柄のえっとグッズですね、なりグッズを今、売り出してますということで、こちらの T シャツですね、売っておりますので、よければあの私の配信とかから飛べますので、興味ある方、こちらのなりグッズですね、なり T シャツとか買っていただけたらとても嬉しいです。以上ですついにグッズ販売しだしたんですね。分もう自分分の人気は十分あると いや、まあ,あの伸ばしていくためにっていうことなので、ははい、い興味ある方ぜひよろししくお願いします <laughs> まだあの1着しか売れてないんで、よかったら、誰か2着目、<laughs> 誰か2着目お願いします。1>, そう1着ってお前自分で買ったんじゃないですよね、違います、ね、いや、大丈夫です。僕はまだ買ってないです。すじゃあおお、お前のお母さんから、お前のお母さんから。お願いします。じゃあ、ゃあ皆さん、買ってあげてください、お願いします。<laughs> <laughs> じゃあ、次は浩次さん、慶応次さん、お疲れ様でした。はいし、お疲れさまでした。最後はね、ハンターでバシッと決めて、人狼打ち抜いて、勝ちましたね。 あの僕ずっと考えてたんですよ。このゲームで2人死ぬときってもうサイコキラーに触れたやつしかないじゃないですか。そうですね。はい。でその、なんか、多分今までのこの新ルールで、その状況ほぼなかったっす、ね、初めてです、今回。初めてだったんですけがし,、ね、しかも自分ハンターで決める時に来るとは思わなかったんですけど、はい、当たって良かったですね、本当に。いや、良かったですよ。えー ばし決めましたんでね、かなり良かったです。はい、あの最後ね、なりくんって。え、え、どうしよう、どうしよう、最後かなとか言って考えてたら、もうやばかったですからね、あれ。はい。ま、うん、あの、の新占いのゴンタさんが時戸さん白出してるし、もうドラゴさんと、なりくんの二択しかなかって。なりくん新占いじゃないから、打つ一択ではあるかなって感じでしたね。いやいや、素晴らしかったです。いや、はい、本当にかったっす。いはい。野心ルールもね、だから、ちゃんと対応してました。素晴らしかったです。また、またお願いしますね。はい。 はい、で宣伝をお願いします、はい、宣伝の方なんですけど、まあ、僕、ちょっと新参者のミルダム、始めさせていただいて、はい、あともうちょっとでねあの、登録者数が桁いいところに行くんで、<あ>ちょうど1000ぐらいの、ね、あと100人ぐらいで行くんで、よければ登録してくださいっていうのが一つと、はい、あと、まあ、エイターさんと同じく、この後ちょっと配信やろうかなと、ストイブやるかどうか分かんないんですけど、はいで、配信よければ見に来てくださいっていうのが一つ、はい。もう一個は あの6月下旬にちょっと大きめの大会みたいなのを開くんで、それの宣伝しようかとも思ってたんです、うん、あのギルティギアの新作ギルティの、はいはいはい、大会やろうと思ってたんですけど、うん、それね、どうせならまたあの直前ぐらいでね、またこの格言場人道をお呼びいただいて、その時に宣伝できればと思うんで、ぜひぜひまた僕を呼んでいただければ。わかりました、はい 頑張ってくださいじゃあじゃあそれいつぐらいとかまだ分かんないですよねえっと6月26日と7月10日なんでそれ以前だなって感じですかねなるほど分かりました、はい、じゃあそんな感じで頑張ってくださいじゃあ皆さんねえー、っと慶おじさんの、えー、っとツイッターとか見るたもフォローしておいてくださいお願いします、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございましいますそして今日伊沢橋三景さんお疲れさまでしたはい、はい、お疲れっすいやちょっと高卒にねちょっとなんかやられた感 <laughs> ありましたけどねいやあのー そうですねまあそうなんですけど、あの核ゲーマー人狼シーズン2、すごいなと思って、バージョンアップして、どうですか、新ルールは、やってまだやっぱ全然、なんか全貌が見えないなっていうところが、ちょっとね、まだまだわからないところが、やっぱすごい、やっぱちょっとルール変わるだけでも、もう全然、違いますねやっぱもう振り回されちゃって。はははいいい なんか基本的なところがなんか全然おぼつかなくなっちゃうみたいな新バージョンなれではっぽい感じになってあと久々でしたからねまあまあそれもあったかもしれないけど時間がねお忙しい方なんであの宣伝いいっすかじゃあんで笑ってんすか宣伝いいっすかじゃあ宣伝いいっすょちょっと聞いてますねどうぞ宣伝お願いしますえそうですねあのまああれかトパちゃんトパちゃんもあるんですけどあのバーチャファイターそうですね昨日見ました そうバーチャルファイター e スポーツ出て、細かいのあるんですけど、100人組とかねいろいろ動きがあるんで、はい、っと追ってもらえたらいいな、プラス、あのまあ、無料であのプレスで PS プラスか、はい、でダウンロードして遊べるんで、あのね、ちょっとみんなガード、パンチキックやってもらえたら嬉しいなと思います。正直僕、6が出ると思ってたんですけど、はなんか、a k i のコスプレされた方が10年続けるぞって言ってたじゃないですか。はいはい はい,はい,はい。多分 e スポーツを続けていけば多分6出るよっていう流れじゃないですかだから e スポーツも楽しめばみんなで、ねはい,はい、いっぱい楽しんであのお金使えばシック6も出るんじゃないかと僕は思うがありますからそうで、うん、すねだから、ね、今あのバーチャーならではのこう動きっていうとちょっとまだ全然見えないところもあると思うんだけどまあせっかく新しい,新しい格芸っ,っていうか。 ね、あのそうですねコンテンツが出たんでねみんなで楽しみたいですよねそうですねはいあのシーン盛り上げていけたらっていう気持ちはすごいあるんでもうバーチャーはいバーチャー出身の板山はもうぜひぜひ頑張ってくださいまあそうですねただちょっと村に貢献板橋ザンギフっていう名前でバーチャーやってどうどうなんですかいやもうねそれもしょうがないよねあしょうがないんすねしょうがないあ、そうなんですねもうもう諦めるんですねまあし、まあ一応ちょっとのほらキャラね地名プラスキャラ名っていうね ええ、あのこれ、ばあちゃんの歴史から生まれたんだけど、そうなんですけど、皆さんねサラとかジャッキーとかじゃないですか、<laughs> かあなた、ね、ザンキエフじゃないですか、いやいや、だから別に、シュンじゃないじゃないですか。いや,いや,やっぱそ,うそうだけどはい ととやそれがトータルいいなっていうことになってます。あ、それで、まあ、セカの方ももうオッケーしてるもうオッケーオッケーですよ。もう、呼んでもらってるからだって、セカ確かにね、確かにね。そうですね。あも文句言いません。わかりました。写真面もらってるんで、大丈夫。確かに、そうですね。分かじゃあ、それ、皆さんね、バーチャルもチェックしてください。じゃあ、伊田そのツイッターとかね、多分いろいろ宣伝来ると思いますから、お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。 じゃ、最後にお、お待たせしました。すいません。高卒のサントロさん、お疲れ様でした。どうもどうもありがとうございます。叱ってましたね、高卒で。卒でそうですね。でもまあ、これ以上、なんだろう、負け、負けたやつのこと死体蹴りする気にも僕なれないんで。<laughs> <laughs> <laughs> あの、この辺で、まあ、その話はいいかなって。っあ、そうなんですね。はい、じゃあしないんですね。 しなくててもうううかっると思んだ本人がそですね1回戦2回戦は叩き落として3回戦は逆に救ってましたからねどうしようもねえなっつって41歳高卒でもまあね高学歴の人に戦えるんだぞっていう夢を見せられたと思ってますそうですねはい素晴らしかったと思いますまたお願いしますぜひあと宣伝お願いしますえっと僕もあのミルダムで配信してまして毎日 特に夜やることが多いので皆さんよろしくお願いしますはいじゃあみなさもチェックしてくださいお願いしますはいあとこの後ちょっとあのストリートファイター明日大会があるんですねトッパンがチャンピオンシップあそうですねはいはいで2回戦で強いバーディーと当たるんではいできればトラボ君暇なんだったらあやりますやりますやりますマジっすかいいじゃないですかありがとうございますいいですねこう輪がね広がってるいいですねはいやりましょうやりましょう 以上ですね。今日は本当に楽しい時間を過ごさせていただきありがとうございま,ました。ええー、こちらこそありがとうございました。またお願いします。お疲れさまでした。はい、じゃあ、皆さん、僕にですね、はい、えっと、はい、えっと、今日の MVP を LINE でください、お願いしますえ。自分以外の人を投票してください、お願いします。はい、えっと、さかなさん、ジムのさかなさん、お疲れさまでした。お疲れ様でした。いやー、いかがでした新ルールの新しいメンツでしたけど。そうですねやっぱり結構 今回、あのー、エイタさんが結構光っていたプレーを多くしてたので、ありますちょっとね、人狼陣営あ、村人陣営側の時はですね、結構、人狼しんどかっただろうなと思いながらね、しんどかったっすよね。そね。はい、だって、めちゃくちゃ,めちゃ、ね、人狼ちょっと有利なね、レギュレーションなのに。ね、ここまで一方的な展開なのはすごかったですね。あと結構、ティアランクが結構変わってくるのかなっていうので、ね、<ー>何戦か見てると。あ,あやっぱちょっとエイタさん、伸びました,ました、はい、エイタさんは結構今日のでガンと ねえよし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 ,よし僕も上がりましたねかなり、ね、なありがてえ感じですねそうですねいやでもまたどうなるか分かりませんけどね <laughs> またちょっと見ていきたいですね <laughs> そうですねはいでさかなさんか宣伝をね前回忘れちゃったんですさかなさん宣伝をお願いしますあ,ありがとうございます、うん、えっとですねなんとですねもう日付変わってるんですけどもはいまあ明日実質明日ですね30日 はい、なんと、えー、僕が仕事として働いているスリアル村というところで,ですねマージャンプロがやる人狼ゲームっていう番組がございまして、はいえー、そちらの方でですね、ま、人狼最大トーナメントというです、ね、番組に出演されてる方々をお呼びして、はいま、13人村のルールで、えー、対面人狼で、えー、配信を30日18時から行うんですけども、はい、なんとですね、ま、我ら角山人狼主催の スーパーウルトラ人狼プレイヤー頭が切れるコナさんということで黒人さんが出演されますのではい私自然出人してまいりましたので皆さん完了す全然やってないんで人狼この13人村ですも、13人村3匹の三匹の狼がいるんですねそうなんですよなので9人村より4人増えるのでい、本当にすごいいろんな可能性があるんですけどそちらね黒人さん参戦 もう参戦たっぷりとさん、うん、あのプレイする予定です。1戦目のみですね、まああのニコニコ生放送とか、まあ、オープンエッグとかその、そ YouTube とかであの配信を行っておりまして、1戦目だけは無料でご視聴いただけまして、で今回ですね、ちょっと YouTube の方で、あのまあ、人狼スでやアルライブチャンネルという、えー、チャンネルがございますあ,あるんですけども、はい、そちらのでメンバーシップ。 というのをですね始めましてそちらの方にメンバーシップ登録していただければ、あのー、有料の部分2千目と3千目有料の部分も、まあ、YouTube の方でご視聴いただける環境を整えましたのでちょっとですね料金的にはちょっと990円とですねちょっと 他の人狼番組よりもお高いんですけども、まあ、今後ね、うん、アーカイブ、有料アーカイブとか、いろいろ YouTube の方でもガンガン投稿していく予定なので、入って損はないと思いますので、うん、ぜひですね、ご検討いただいて <laughs> 1> あの、1戦目、黒人さんの有志だけでも見届けていただければいはい、あの、貫、ね、さん<ー>も出ますんで、皆さん知っ、はい、てますんで,まあでも僕はね、はい、正直こんなにやってないし、僕13人もらが全然やってないのに、呼ぶってことは。 あ今の状態でいいんだなっていうことで僕も一切練習せずにいきます、ね、<laughs> <laughs> 何があっても、まあ、え <laughs> メタなしなのとか言って,言ってますそれ,、ね、<laughs> それでいきますの、ね、で、はい、よろしくお願いしますはいありがとうございます以上ですはいそれでは、えー、発表したいと思います 123456789OK いきますねえー、言われた方は指を押してください、はい、えーなるおさん1票え,えーな、えー、るおさん2票

嬉しい。おめでとうございました。瑛太さんに決まりました。それでは、第40回核ゲーマー人狼終了いたします。出演者の皆さん、ご視聴者、皆さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。エ太、瑛太、放送やるよね。ありがとした。放送やるよね。あ、やります。わかりました。じゃあ、なんかしますんで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さ皆さん、ドラブ君どうしよう、じゃあ。終了いたしました。今日もね、 皆さん、たくさんの視聴者ありがとうございました。国の告知はね、その30日出るっていうやつですかね。あとは、あーと1日、6月1日に、えー、23時から KSK のトライアウトやります。えー、ジリーグに向けて KSK のトライアウトね。えー、それやりますんで、6月1日、KSK、で、僕は出ません。KSK 対、えー、ミートタケシその2人の試合を見て、で、KSK がちゃんとやれることがやってたら、 OK しますんで。で、ダメだったら本当に切るつもりです。だからそのケース系を見に来てください。え、今朝も放送してると思うんでね。え6月1日23時からでございます。よろしくお願いします。それでは、えっと、長時間ありがとうございました。えータさんに流したいと思います。えー、お疲れ様でした。